株式会社、金吉商店は日本の小売業者。静岡県菊川市に本社を置く。茶をはじめ、茶菓子や食品などの販売を手掛けている。東京都台東区に出店している小売店は、柳川銀座商店街を代表する、老舗の一つとして知られている。さらに、ホテルを展開するなど、宿泊業にも進出している。経営は創業家である。 赤一族が担っている。東京都台東区において、茶葉や海苔の小売店、近畿支園を営んでいる。谷中銀座商店街に古くから立地しており、谷中切手の老舗店と評されている。店屋には茶を一定の温度に保つ機能を持った、倉庫を備え、店頭には茶の香りが漂う。1950年代の開店で、茶葉と海苔を扱う昔ながらの小売店であったが、 1970年代に店舗をビル化、休止や湯飲みなど、茶器も取り扱うようになった。近年では、谷中銀座商店街を訪れる外国人観光客が急増したことに伴い、英語による商品説明書も完備するようになった。こうした取り組みは、テレビ朝日系列で放送されるモーニングバードなど、小規模小売店の国際化対応の事例として、 マスコミに取り上げられることも多い。また、鹿児島県茶業会議所から、鹿児島茶販売協力店の指定を受けている。店舗での販売のほか、卸売も行っている。静岡県道79号、吉田大東線が通り、東名高速道路の菊川インターチェンジの前という、交通の要衝の地に、城郭を模した巨大な館を建設した。近地商店はこの館を、 お茶の菊川城と称しており、本社を設置するとともに、茶葉や茶菓子などを販売する店舗を設けているほか、展示会の開催可能なイベントフロアも備える。実業家の関正春が1988年7月に菊川農園を設立し、建設に着手し、総工費3億円を投じて、総面積156平方メートル4階建ての建物を完成させ、 1989年3月6日にオープンした。イベントフロアは、絵画店、池花店などに利用されている。2008年4月には、大正期まで輸出用の日本茶に使用されていた、ラベル、ランアザをアレンジした、新ランアザの展示会に使用され、店舗で販売する製品にもこのラベルが採用された。なお、お茶の菊川城は、実際の城閣を活用したわけではなく、 いわゆる天守閣府建築物である。日本の歴史上、菊川城という名の城郭が存在したという根拠はない。また、菊川市の高田大屋敷遺跡と横地市城管群とを総称して、菊川城管遺跡群と呼ぶこともあるが、これはあくまで菊川にある城管の遺跡群という意味であり、菊川城という名の城が存在したわけではない。静岡県鴨茂郡河津町においては、 ホテルを展開している。今井浜温泉に立地し、今井浜海岸がすぐ目の前に広がっており、今井浜海水浴場など、観光地にほど近い。1972年の創業で、従前は、金吉として営業してきたが、2005年7月に、金吉一等案に回目へリニューアルした。文芸春秋が発行する、週刊文春や、テレビ、東京系列で放送される、厳選。 いい宿など、マスコミに盛んに取り上げられ、このうち、大人の週末誌による調査では、伊豆地区の旅館で、唯一の総合評価後を獲得した。また、週刊、文春でこのホテルに関する記事を執筆した、ジャーナリストの村田和子は、お茶屋さんを経営されているオーナーが、自分が泊まりたいと思う宿を、というコンセプトで運営。設備やサービスなど、 細部にまでこだわった宿だと評している。従業員の採用なども含め、ホテルの運営はすべて、近畿地商店が行ってきた。その後、参加企業として新たに株式会社一等案を設立し、関傾向が代表取締役に就任し、ホテル運営を担っている。ありがとうございます。